皆さんこんばんは。6月1日の塩チャンネルです。明日は私50分間子ども家庭庁で質疑をさせていただきます。頑張りますと。で、今日は東京で全国市長会がありまして、長年の友人である奈良県柏市の福岡市長がですね、激励に来てくれました。はい。そして私がちょっとその後外交安保の勉強会で出ている時に、明石市長ではなくて明石市の泉房穂市長がですね、子育て政策といえば明石市の泉市長ですよね、タコ船とですね、資料を持って激励に来てくださっていました。ありがとうございます。いなくてお会いできなくて残念だったんですが、資料をしっかり読ませていただきまして、ちょっと明日の質疑はもう通告が終わっているので間に合わないと思うんですが、来週対総理質疑がありますので、しっかりと勉強して臨みたいと思います。ありがとうございますと。で、アダルトビデオの被害者救済法案、本当に皆さん関心高いんだなっていうふうに思っています。こんな穴があるから反対だみたいなのがね、こう次々言われるんですが、全てそう穴じゃありませんよって返して、皆さんに納得いただくというか、本当だねって形でそこからも反論できなくなっている状況なんですけれども、新たな反論が出てきましてですね、これもちゃんと説明していきたいというふうに思っています。それは契約の解除とか取り消しをすると著作権がなくなるから、例えば海外にアップロードされたもの、それを著作権法を使ってデジタルミレニアム著作権法みたいなものがありまして、削除することができるんですね。申請すれば著作権がなくなってるからできなくなるんじゃないかみたいな感じで、また新たに騒いでる方がいらっしゃるんですが、全く当たりませんということはお伝えしておきたいというふうに思っています。今回の法律、本当に超党派で全力を尽くして作ったものです。日本の頭脳である官僚の皆さん、そして法務大臣経験者複数名、与党はもう全員が法務大臣経験者か、または放送資格を持つ議員、そして野党側も放送資格を持つ弁護士ですよね、議員含めて、で私は法学部の学生、ちょっと戦力外ではありますが、いろんなものを伝えてですね、こう押したり引いたりの役割を結構頑張ったつもりですと。みんなが高い意識を持ってとにかく穴を作らないようにしようという形で頑張ったものなので、そう簡単に穴を見つけるというのはなかなか難しいんではないかなというふうに思っています。で、先ほどの著作権がなくなるからデジタルミレニアム著作権法みたいな、そういった権利が使える、削除ができる制度が使えなくなるんじゃないか、各国に似たようなものがあるんですが、日本にも似たようなものが、制度としてというか、あるんですけれどもね、その媒体によって、はい、これが使えなくなるということはありません。なぜならば契約の解除とか取り消しで、著作権がなくなるということはないということなんですね。なのでそういった指摘当たらないということをまずお伝えしておきたいなというふうに思っております。あとはこの法律厳しいですから、海外のサーバーに移して、みんな海外に逃げるんじゃないかと。例えばカリビアンコムとか FC2 というところに逃げますよねって、だからこれはザルだっておっしゃる方もいらっしゃるんですが、そんなことありません。何かしら日本で実務をしていればですね、例えば撮影とか、そうするとダイレクトに契約の問題にもなってきますし、例えばそのアップロードを日本でするとか、何かしらその日本で撮影事務的なものをしていれば、分かってしまうわけですよねと。開示請求などなど IP とかいろんなものを海外でアップされていたとしても IP が出てくれば分かるわけで、これは比較的簡単なんですね。ここまでは私もツイッターの開示請求、アメリカ経由でやってるんですが、普通に出てきます。ちょっと時間とお金はかかるんですが、なので海外に逃げて何もできなくなると思っている方いらっしゃると思うんですが、比較的簡単にですね、ここは対応ができますということになってまいりますと。裏の裏に潜ったとしてもですね、そのアダルトビデオに出ている女性や男性ですね、その方たちが声を上げればですね、そこにきちんと契約書がなければ処罰の対象になったり、罰則の対象になったりもしますから、基本的に日本で何かしら出演とかそういう作業がある場合にはですね、比較的、罰則の対象にであれば、見つけやすいというふうに思っているところですと。はい。ですので あらゆる穴ってのはなかなか考えにくくてですね、一点あるとすれば、ただしこれはこの、法律の穴ではありません。はい。あるとすれば、すべてその違法なものが海外にあって、で違法な中で海外ですべて作業が完結してしまった時ですよね。一般の人をたくさん返してとか、そういった形で、なった場合っていうのは、海外ですべて裁判をしなきゃいけませんから、その手間暇、海外でやればできるんだけれども、削除もそういった申請も全部できるんだけれども、現地法でいけば、その手間暇はやっぱりかかりますよねと。現地で裁判しなきゃいけないっていう手間暇かかりますよねと。ただしこれは
アダルトビデオだからとかではなくてですね、まあ、そこまで行き着くにも結構時間かかると思うんですが、結局の海賊版全般の問題ですので AV 法の穴では全くないというふうにお伝えしていきたいというふうに思っていますと。はい、ですので、いろんなご心配とか来るんですが、基本的に今その穴というような穴はないということをお伝えしておきたいというふうに思っておりますし、まあ、こうした点もですね、すべて来週の内閣委員会の質疑でしっかりと皆様に議事録に残してですね、疑念を払拭していけるように頑張っていきたいというふうに思っています。答えれば答えるほどですね、あ、この法律すごいねっていうふうに皆さん思ってもらえると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた明日。